エイベックスマネジメント学園。今回の学園は男女7人組スーパーパフォーマンスグループトリプル A、 そのメンバー與真二郎率いるエイベックス写真部。前回校長の依頼でクラブイベントのフライヤーなどに使用するアーティスト写真の撮影をすることになった写真部。実際にウェブチラシというか、はい、DJ のアーシャをみんなに撮っていただこうかなと。マジか。まさかの校長からのガチ依頼に大緊張の写真部メンバーたち。果たして3人はどんなアーティスト写真を撮影するのか。頑張っていこう。まずは副部長の俳優竹志直樹が挑戦。はい、じゃあまずは、はい、カメラ初心者の人とかもいたりも見てたりもするんで、はい、一人一人ちょっとテーマを。はい、うん、テーマはですね、クールスタイリッシュで。クールスタイリッシュ。そう、今回竹志が掲げたアーティスト写真のテーマはクールスタイリッシュ。果たしてどんな内容なのか。やっぱこう校長、僕バラエティ番組とかでご拝見させていただいて、やっぱ校長すごく面白いなって思うんですけれども、校長のかっこいい部分をこうちょっと僕が今回この写真で引き出せたらいいかなと思えたので、クール&スタイリッシュみたいな。いや、俺からいくつかリクエストがあったりするんだけど、はい、その中のまさに一つ。あ、本当ですか。そう、クラブで DJ やってると本当にフロアがね、何か笑いを待ってる感があって。だからちょっとその本業のかっこいい部分というかクールな部分を出していただけたら。わかりました。やらせていただきます。ということで撮影スタート。とりあえずじゃあまず正面から行きたいんで、正面を見ていただいてよろしいですか。はい、結構あの顔寄りで行くんですね。顔寄りで、はい、たけしは校長のクールな雰囲気を出すためにアップの表情にこだわり撮影。タマツさん、ちょっと見てみてくれる？あ、こういう感じです。かっこいいですよ、坊さん。あ、タマツさんがいいね。ここ背中のとこにするのね。はい。ちょっとな、ちょっと拭いた方がいいじゃないですか。あ、すいません。そして緊張に包まれた中、撮影が終了。これ本当サウナの中いるのかと思ったぐらい、もう汗が滝のように止まらなくて。お相手がコウさんっていう校長先生っていうのがまたさらに、もうちょっと頭の中今真っ白です。何も考えられないです。続いてはモデル西田有沙が挑戦。今回のテーマ、私はですね、うん、エア DJ で。エア西田のテーマはエア DJ。 果たしてその狙いは。やっぱり校長先生は DJ してる姿がめちゃくちゃかっこいいので、はい、動きを。なるほどね。動きが伝わるような写真は撮りたいなと思ってます。ということで西田の撮影がスタート。西田はあえて決まったポーズを作らず、校長にフリーで動き続けてもらい、その瞬間を切り取る手法で撮影。こんな感じで大丈夫？めちゃくちゃかっこいいです。なんか私が撮ってると思えないです。さらに撮影の終盤には風も投入。大丈夫です。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。終わりました。どうでしたか、撮影して。いや、本当にめちゃくちゃ緊張したんですけど、撮るたんびにコウさんの動きがどんどんかっこよくなって、
私はこの動きを、まあ、エア DJ っていうのがテーマで、全体的に写真だけど動きを感じられるような写真が撮りたかったんですけど、もうまさに動いてるコウさんを撮れたかなと思います。結構自信ありますね。いけるんじゃないかな。そしてラストは東京女子流、庄司芽衣が挑戦。やっぱ校長先生って言ったら DJ じゃないですか。ああで DJ と言ったらやっぱクラブ、うん、そう、そうなイメージが私の中にはあって、うん、なのでやっぱりちょっと今回小道具を使っていきたいなと思ってます。お、小道具。そう、今回庄司はクラブをテーマに小道具を使用して撮影。その小道具はこちらです。ドーン、ミラーボール。小道具かこれ。オッケー、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで庄司はミラーボールを使って撮影。うわ、緊張する。あ、そこら辺です。そこら辺がいい。はい、庄司がこだわったのはミラーボールと照明の関係。光り輝くミラーボールを使いクラブ空間を演出。そして庄司の撮影が終了。ちょっと最後あのね、ガクトがちょっと入った感じになってます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうしたか撮影。いや、本当に緊張して、もう撮影始まる前はずっと手汗やばかったんですけど、でも撮ってる最中はもう画面に映る校長先生がかっこよすぎて、もうすっごい夢中になっちゃって、なんかそのディスコっていうかクラブの雰囲気がいい感じに出てるんじゃないかなと思うので、早く校長先生に見ていただきたいですね。そして校長のアーティスト写真撮影は無事終了。最初の時の賑やかさと違って、はい、でもみんなそれぞれなんか充実感と、ありましたけど、はい、でこれを、ベイアミに実はお会いしたことないと思うけど、はい、やっぱりしっかりと言うとこは言ってくると思うんで、はい、ではもうそれに負けないものが、はい、取れたと思います、はい、できました。次回の写真部は校長のアーティスト写真がついに決定。果たして誰の写真が選ばれるのか、お楽しみに。